サブカットしっかり返していきたいところですね。はい、2点を追いかけますこの第3セットです。一方の埼玉上尾、このセット第3セットいかがでしょうか。内瀬戸選手がサーブで最初狙われてたんですけども、このセットになってきてしっかり返して攻撃にも参加できているので、はい、まあ、いい形になってきているかなと思いますね。はい、そうですね。内瀬戸のサーブレシーブが落ち着いてきて、で、まあ、本来のこうスパイクも強烈なところ、見られるようになってきました。8対6リードします埼玉上尾。返します。ちょっと長すぎて合いませんでしたけれども、ここは埼玉上尾の方もいい粘りだ。リベロの山岸頑張ってよく拾いますね。はい、最後はここもこの内瀬戸でした。埼玉上尾です。これの方は野呂が決めていきました。向いた方と逆を打ってきましたね。はい、今ちょっと体ひねって、はい、スパイクを打ってきました。おお、ちょっとサブレシーブが長すぎたかなと思いましたけど、ワンハンドでよく上げましたね。はい、山崎上げて、そして青柳、まあ、これはねセッターの山崎のワンハンドトスに応えた形になりました。信頼して入ってましたね。そうですね、いい形でした。埼玉上尾、あ、後ろから中田です。中田選手、はい、あれですね、前も後ろも調子がいいですね。そうですね、ここは中田が後ろにいましたけども、バックアタック決めていきました。昨日も良かったんですね中田ね。そうですね、はい、本当に調子よくて前からでも決まるし後ろからでも決まって、うん、あ、すごい良かったですね。はい、昨日もだから今みたいな形がよく見られた。はい、ジョセフ打てませんが、あ、ジョセフ打てなかったんですけれども、それが功を奏した形になりました埼玉上尾です。11点目、11対8。3点リードになりました埼玉上尾。4点差になったところで東レがタイムアウトを取りました。4点を追いかけます東レアローズです。メンバーも変わってないですしね、やろうとしてることは変わりないと思うんですが、はい、そのやろうとしてること、ちょっとまだねこの第3セットなかなかこうできないところもありますが、まあ、ただまだ4点差分かりません。あとはね、今内藤選手の西川の今後ろ姿をご覧いただきましたけども、また高校時代とは疲れ方というのはだいぶ違うと思うんですよ。そうですね、はい、だそうなってきた時のこう第3セット第4セット、こういうパフォーマンスというのもここから見てみたいと思います。はい、経験になると思いますよ。はい、強烈でした。レフトから佐藤が決めました。
さすがにここは山崎ちょっと難しかったようです。13対10、大崎のサーブ、ちょっとトスのテンポが早かったですね今。あ、そうですか。その分こうベストな形ではなかった。はい、でもブロックもやはりあの通れちょっとつけなかったですね、1枚しか今。はい、そのブロックの上でを越えていきました、ジョセフの スパイクです。おー、いい角度です、中田です。まあ、白井もこういったあの早いあのテンポでのコンビっていうのがしっかり中田と組めているので、はい、まあ、しっかりあのそういうテンポを崩さずやっていけるといいですね。はい、今のもねだいぶこう早いトス回しといいますか、はい、早いトスでした。うん、フェントリーゴートしました中田ですけれども、やっぱり背の高い選手だったらいうふうに手が最後まで残ってしまっているので、はい、フェイントをしようとして落とされてしまいますよね。そうですね、手前側のサンティアゴだったでしょうか、長い手が伸びていました。バックアタック佐藤、これもつなぎます、トレ。あー、そして最後は小川です。見応えありました。難しい位置からのトスでしたけどうまく決めましたね。ですね、今ブロック1枚でしたけども飛んだのはサンティアゴでした。まあ、そのブロックをぶつけるように小川がスパイクを打っていきました。瀬戸決めて埼玉上尾16点目、第3セット埼玉上尾リードでセカンドテクニカルタイムアウトです。今のは打ててなかったですかね、内瀬戸ね、ちょっとこうタイミングが違った。そうですね、今、ブロックが1枚しか来てなかったのでインナーの方が空いてると思って今打ち込んでいきましたね。あー、はい、コースを狙った。あ、そうですね、はい、4点リードのこの第3セット埼玉アゲオメディックス、まあ、リードしてセカンドテクニカルタイムを迎えて、さあ開けてサンティアゴのサーブ、おー、ブロックだ、ドンピシャでした。2枚飛んで青柳の方です。そうですね、青柳選手も高いですね。はい、今タイミングもドンピシャでした。やはり東レをサーブで崩して2段に誘い込んでブロックで仕留めるっていうのもあの上尾の戦略だと思うので、はい、東レもしっかりサーブカットをまず返していきたいですね。17対12、5点差、もうたまらずと言ってもいいかもしれませんけども、東レの方がタイムアウトを取りました。まあ、ここで1本まずあの辛抱して、はい、しっかり1本、切っていきたいところだと思いますね。そうですね、まだ追いつけると思うので、はい、この後大事になってくると思います、1本が。まあ、ああいうポイントは上尾が流れに乗りやすいので、はい、まあ、その流れ乗らせないためのタイムアウトということもあるかもしれませんが、そうですね、気持ちの切り替えとしてまずタイムを取る場合もあるので、はい、まあ、この後気持ちを切り替えてやっていってほしいですね。そうですね、先ほどの点はこれ忘れて東レの方は、もう一回こうサーブレシーブ集中してもらいたいところです。これダブルコンタクトが
そうですね、はい、白井選手がダブルコンタクト、ちょっと難しい位置から上げていきましたね、はい、ちょっとねセッターの白井も今だいぶこう走り手からの投手でしたのでミスになってしまいました。18対12です。久しぶりに大川にこの形が出ました。そうですね、はい、ちょっとこ あのコンビが減ってきているのでちょっと増やしていきたいですね。そうですね、第1セットではよく見られたこの白井と小川のコンビ、もう第3セット久しぶりにこの形を見ました。おお、打ち捨てと止めた。今度は盗塁、素晴らしいブロックでした。白井ですか、いや白井一枚で止めました ね。もう一度野呂、ちょっと慌ててしまいましたね、はい、これ狙いは悪くはないですね、狙いは悪くなかったんですけど、ちょっと急いでしまった分だったでしょうか。そうですね、はい、20対14です。おお、ダイレクトに来る、うん、しかしいい反応でした中田、これももう一度西川です。佐藤スパイク、アウトです。わずかにこのストレートのスパイクアウトでした。うん、今度はクロス決まっています。今トスが2段になったんですけれども前進、佐藤が決めて21点目。今場内水杉という声が聞こえました。12番岩沢が入ってきています。埼玉上尾です。なかなか1枚だとねジョセフ止めるのは難しいかもしれません。そうですね、パワーありますからね、はい、ここはブロック2枚、中田狙いは悪くなかったんですけれども、やっぱりあの今サンティアゴとジョセフと2枚飛んでるんでちょっと意識してしまいましたね、はい、もう狙うコースもあそこしかないようなところだったかもしれませんが、24対5、24、打つ選手もセッターの上げた形というのは分かりますので、はい、そうですね、はい、あの体勢で上げてくれたならなんとか決めなくちゃいけない。そうですね、やっぱり体勢を見て信用して入っていると思うので中田選手も、はい、第3セット終わりました。25対16、埼玉上尾メディックスが第3セット取りました。どんな印象だったでしょうか。そうですね、やっぱり中盤ですね、盗塁はちょっとしたミスですね、
フェイントあのブロックフォローだったりボールがちょっとつながらないっていうミスがちょっと増えてきているのでそういったところを修正していきたいですね。はい、ミスの修正をすれば第4セット以降いけるんではないかというところかもしれませんが、第1セット取った通りですけども第2セット第3セットは埼玉アゲオメディックスが取っています。さあではここで V リーグからのお知らせです。来月カップファイナルのチケットは V リーグ公式サイト販売サイト、V チケットにて現在好評発売中です。皆様のご来場を心よりお待ちしております。からゲームは第4セットに入ります。埼玉アゲオの方がですね第1セット取られたんですけども第2第3と取ってリードということになっています。いいですね、勢いもありますね。そうですね、やっぱりあの佐藤選手内瀬戸選手あの難しい体勢でも決めていっているので、はい、チームの勢いがだんだんついてきてますね。はい、そこに両外国人サンティアゴジョセフというところも、徐々にこう上がってきている印象があります。さあそして東レの方ですけれどもメンバーは変わらず、この第4セットを迎えます。埼玉アゲオ青柳のサーブで始まります。佐藤が、うん、これよくつないだ東レ。おお、そしてジョセフでした。切り込んできましたね。はい、あの位置からジョセフ。ちょっとトスが短かったということなんでしょうか。それとも狙い通りあそこから。あ、短めを要求したんだと思います。なるほどね。それはもう狙い通り。はい。はい、いい反応で返しました埼玉ゲオ。もう一度中田。ちょっと難しい体勢でしたけどよく狙って打ちましたね。はい、もうこう中田中田中田できました。まあ、こういうところのトールの方も切り替えがこの第4セット大事になってくると思います。これね、ましてあのジョセフのサーブなので一本で切りたいところですね。そうですね、サーブレシーブ大事になってきます。うん、中田が決めました。まあ、トールの選手たちもそのあたり十分分かっているようで、まあ、ここは素晴らしい集中力。中田が決めて2対2同点に追いついた東レアローズ。おお、これ埼玉アゲオの得意の形。止めましたね。止めました、中田でした。これは嬉しいですね。ですね、1本止めると取るの方もだいぶ違うと思います。しかしまたここもサンティアゴで来ました。もう2回連続は許さないという形だったかもしれません。今サンティアゴやられたらやり返すみたいな感じでした ね, ね、今度は決めてやる、うん、そしてもう一度サンティアゴです。こうなると倍返しになるんですけども。そうですね、はい、第4セット埼玉アゲオ2点リード。
返せるかダメか。ここで東レとしては1本止めたい。そうですね、ここ1本ちょっと切っていきたいですね、はい、そうですね。うん、中田で切りました。間よく見てましたね、はい、その中田のサーブ。ブロックは吸い込みです、まあ、お互いトスが2段になる中で、うまいですね、よく見てましたね、離れてたのを。はい、おお、よく返しました。打ち瀬戸、そこ見てましたか。狙ってきましたね、はい、まあ、その前に埼玉上尾の方もあの中田のバックアタックよく拾って、はい、そこからの得点でした。8対4、第4セット4点リード埼玉上尾、ファーストテクニカルタイムアウトに入っています。なんかもう気がつくと4点差になってますけども、ここまでご覧になっていかがでしょうか。そうですね、はい、やっぱりあの東レがちょっと慌ててる風に見えてますね。やっぱりあの、うん、コンビですね、ちょっとさっき合わなかったんですけども、はい、あのちょっとミスをしてしまってもいいので、まあ、あの続けてそういう攻撃をしっかりあの攻めていってほしいなと思いますね、はい。まあ、中田によくトスが上がっているこの第4セットですけども、小川のあのブロードがこのセットはまだ見られてない。そうですね、やろうとはしてるんですけども、ちょっとコンビが合わなかったように見えますね、はい。さあ、そして埼玉上尾メディックスです。埼玉上尾はここまでいかがでしょうか。そうですね、やっぱりあの緑の選手ですね、はい、サンティアゴ選手を多く起用しているので、うん、自分たちのリズムがつかめてきているなというふうに思いますね、はい。まあ、最初1本止められたんですけども、先止められた後、まあ、この人が本領発揮といいますか、火がついた感じですね。そうですね、そんな形でこの第4セット、いい働きを見せていますサンティアゴ。そのサンティアゴのサーブです。中田を狙うサーブでした、サンティアゴ。ストレート、ノルが決めました。まあ、強さ。フェイント。うん、落ちています。今内定の西川がよく拾って、そして最後は緩急をつけて。そうですね、はい、やっぱり相手もそれだとやりにくいと思うので、打つだけではなくてああいう攻撃を増やしていきたいですね、はい。これ返せないか。返りませんで、埼玉上尾9点目です。ああ、落ちてます。
強打に何打にと本当レシーバーも絞りにくいでしょうね、はい。そうですね、難しいボールですけど、はい、そういう器用に決めてきますよね。本当ですね。またこれ乗ってきたでしょうか。そうですね、ここも打ち捨てでした。もう絞りづらいと思うんですよね、はい。まあ、その打ち捨ての活躍で5点リードになりました第4セット、埼玉上尾です。ちょっとこれ1本取れとしては止めたいですね。そうですね、やっぱりちょっと自分たちのミスっていうのも目立ってきているので、はい、まず一本ですね、立て直していきたいですね、はい。まだ今日のゲーム、クラインアナが登場していない中ですけれども、攻撃陣というところ、まあ、野呂だったり中田だったり、それからミドルの小川もいますけれども、やっぱりいいところっていうのはすごくあると思うので、はい、そこをしっかり出していけるように、はい、ミスをしてもいいので恐れないでやってもらいたいですね、うん、そうですね。まあ、それから内定の西川もね、これ今疲れあるかもしれませんけども、ここ頑張ってもらいたいです。そうですね、11対6、山崎のサーブ、埼玉上尾、バックアタック佐藤、ここはよく粘りました。ああ、もったいなかったか。ちょっとこのサーブ、白井のサーブが今乱れてしまいました。まあ、ここで流れを掴んでいきたかったですね、はい。ちょっとね、今日は東レの方はいいサーブもあるんですけども、サーブミスも何本か出てしまっています。バックアタック中田、2段になって佐藤、もう一度佐藤、今度はジョセフ、佐藤、佐藤で来て最後はジョセフでした。佐藤選手もリバウンドをもらっていい状態で打てるように、合わないときはしっかりリバウンドを取っていってますね。これが佐藤のうまさ。そうですね、はい、ただ打つではなくて、あー、ここもそうですね。そうですね、うまさがある選手ですね。はい、ご覧いただきます。ちょっと打てないと見るとすぐさま切り替えました。14対7になりました。東レがタイムアウトを取りました。2回目です。ちょっと東レとしてももう後がないこのセットなんですけれども、ずるずると行きたくないところです。これ踏ん張りどころです。V カップここまで予選の戦いを見ていますと、東レの方も、主力選手が代表合宿でいない中で、まあ、戦ってますけれども、こういろんなことも試しながら。そうですね、若手の経験としてはすごいいい試合だと思うので、はい。それから今日のゲームはここまであれですけれども、こうポジションを変えながらというのもありました。そうですね、小川選手がミドルの選手なんですけど、サイドのポジションやったりとか、はい、いろんな攻撃の幅が広がっていいんじゃないですかね、うん、はい。まあ、それは選手の可能性というところ、まあ、いろんなところを見たいと。そうですね、来シーズンに向けてもいろいろ試したいという部分もあったと思いますね、はい。まあ、その中でね、ちょっと新しいことにもチャレンジしています、東レのこの V カップの戦いです。ペイント山岸が対応します。ちょっと近くなったか、うん、ジョセフが打てないで、これ8点目です。じわじわっと東レが追い上げてきました。この第4セット、野呂のサーブ、
ブロックアウト。中田のスパイクブロックアウトになりました。で今みたいな攻撃増やしていきたいですね、はい、ちょっと中に打つのを意識してしまっているので今のようにブロックアウトして1点取っていきたいですね、はい、あ伸びてきました。さあこれで5点差この第4セット迫ってきました。東レあと1点アギオが取ればセカンドテクニカルタイムアウトを迎えるんですけどもその前に埼玉アギオがタイムアウトを取りました、まあ、マルコス監督もたまらずといったところかもしれませんが。そうですね、やっぱり東レもサーブがいいので、はい、ここで乗られるとやっぱり、まあ、5点差とはいえ、うん、怖い部分があるので、まあ、一度ここで仕切り直しというところですかね、はい。まあ、それもね山岸のところで野呂がねいいサーブを打ってきてねちょっとこう守りの要の選手のところでというところマルコス監督タイムアウトを取りました。さあ東レの方は野呂のサーブが続きます。ここはセンターで来ていきました。山崎は青柳を使ってきました、これで16点。そうですね、まあ、60% 超えてますからね。あそうですね。埼玉上尾12番の岩沢が入ってきました。リリーフサーバーです。そして水杉が入ってきました。トーレアローズです。守備を固めてきましたね、はい、ここはリリーフサーバーとリリーフレシーバーという形になりました。ブロックアウト。ああなってしまうともう向こうの選手も何も手が出せないので、うん、やっぱりトーレとしてはああいうブロックを利用した攻撃をしていってほしいですね、はい、まともにいったらしんどいかと思いますのでそういうアウトも取りながら攻めていきたいトーレアローズです。これ今中田と小川ですけれどもサンティアゴがいて、まあ、最後ジョセフで上からですね、はい、今ね上尾の方はこう強いローテーション。うん、そしてレフトから佐藤です。はい、速攻使って、ご覧の内定の目黒が入ってきました。埼玉アギオメディックスです。リリーフサーバー、もう一人の鎌田というセッターの、ね、内定選手もいますけれども、この目黒が先に入ってきました。今日のゲームです。伸びるサーブ、いいサーブですね、はい、いや早速仕事しましたよ。そうですね、やっぱり交代してすぐっていうのは緊張するんですけども思い切って打っていきましたね、はい、さあその内定選手目黒明のサーブが続きます。先ほどは伸びるサーブでした。これも少し伸びてくるようなサーブでした、うん、2段で打ち捨てですがアウトです。ウッセとクロスのスパイクはアウトになりました。22対14。これの方もサーブでリズムを取りたい、そうですね、掴みたい、はい、小川のサーブです。奥いっぱい入っています。
あそこはなかなか取りにくいですからね、はい、よくコース見てますね。そうですね、いやらしいとこついてきますね。はい、1セット決めて23点目。うん、で今度はセンターから青柳が決めました。ジョセフ、うん、最後はライトからジョセフ。